海道日本ハムファイターズ対広島東洋カープのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。小宮山さん、やはりバッテリーとしては立ち上がりきっちりストライクが入るかどうかポイントだと思うんですが、いかがでしょう。そうですね、とにかくしっかりとコントロールできるかどうかっていうところが大事なことになりますからね。なるほどね。コントロール落ちました。弾き返した打球はセンターへ。バッターは2番に入っている和田。伊藤、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上伊藤、引っ張った、大きな当たりが外野を襲っている。レフト線フェアです。バッターランナーは2塁到達。ワンアウトランナー2塁となりました。さあ、そして打席には大城が入ります。さあ、先制のランナーを得点圏に背負います。まあ、当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですよね。あっと強い当たり弾いた、ツーアウトになりました。さあ、そしてバッターボックスには新井が入っています。さあ、ツーアウトながら得点圏にはランナーが残っています。まあ、ここもしっかり押っつけて打ちました。ライトに大きな打球。さあ、これからカープが守備につきます。そしてマウンドに上がるのは上川畑が打席に入ります。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターは2番に入っている森本。まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、切れていきます。ファウル。さあ、3球目は何か。ストレート、ワンボールツーストライク。打ちました。これもファウル。ボールカウントはワンボールツーストライクです。またファウル。打ちました。センターへ抜ける。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁となりました。さあ、一塁には先制のランナー、バッターは小笠原。まあ、状況的にはエンドランを仕掛けてもいいかもしれませんね。さあ、仕掛けてくるでしょうか。打ちました。菊池が掴んでツーアウト。バッターボックスは4番野村。ツーアウトになっています。初球空振りです。あそこに決められたらお手上げですね。はい、外のストレートがストライク。ノーボールツーストライク。アウトコース打ちました。ここは打ち上げています。2回になります。カープの攻撃、打席には5番バッター柳田。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。おっつけて打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター、打順は6番井上。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに。三遊間、難しいバウンドをさばいて1塁や。さあ、まず1球目、いいコースですが外れています。外の球打った、サード取った、一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあ、そして打席には源田が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。まあ、ここまでしっかりゼロで初球抜けた、セカンドランナー帰れば先制。さあ、そしてバッターボックスには菊池が入っています。さあ、なおもピンチが続きます。バッターボックスには代打の梅野。西さん、ここは一気に行きたい場面ですね。この場面は非常に大事になりますね。そうですね。さあ、まずはランナー、ファイターズピッチャーが変わります。一打先制の やはりランナーがいると初球も慎重になりますね。なるほど、そうですね。変化球打った、抑えた、一塁へ、一塁アウトでスリーアウト。ここでカープ守備を変えてきました。
2回の裏になります。ファイターズの攻撃、打順は5番清宮。ファイターズ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この外の球打った、ファウルです。外の球打った、取った、一塁アウト。バッターボックスには6番万波。まずは先頭バッターを打ち取っています。外の球打った、一塁間抜けた、ライト前ヒット、サヨナラのランナーが出ていきます。バッターは7番に入っている今川。ヒットでランナーを一塁に置いています。また初球掴んだ、二塁へ送球、二塁フォースアウト。3回の表、カープ打順よく1番から始まります。さあここから上位打線になります。バッター福留、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから。セカンド抑えた、一塁送球、一塁アウト。さあそして打席には和田が入ります。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあアウトカウントが1つ、これも初球打ち、さあ先制のランナーがタッチアップ、バックホーム。この大事な場面、犠牲フライで得点、それが1球目、いいコースですが外れています。変化球打っていった、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達、カープ。まず初球しっかりと見極めました。次が2球目、ボール。次が3球目、いや、いいところに決めてきますね。はい、アウトコース変化球が決まってストライク。この球は見送ります。これで3ボール。このボールは外れてフォアボール、まあ、ファイターズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは初球打ち、掴んでスリーアウト。この回の攻撃はここまで。日本ハムファイターズ最後の攻撃になります。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている古川。ファイターズビハインドで迎える最終回です。ここは見ます。切りました、ファウルボール。内へ曲げてきました。今ゲッツー狙いの配球になってますよね。詰まらせようかという配球です。ふわふわっと上がった、取りました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあそしてバッターボックスにはアルカンタラが入っています。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。外のボール打った、このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。ホームへ、ファーストランナーもホームイン。はい、カープピッチャーが変わります。一打サヨナラの場面、これが初球、変化球打った、取った、一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあそして打席には森本が入ります。さあ2アウトながらなおもチャンスは続きます。まあ決めればサヨナラですからね、もうここで決めてしまいたいですね。なるほど、そうですよね。初球は何か、初球から際どいコースをついてきます。キレがありますね。はい、アウトロー変化球、空振りでストライク、すぐに追い込みました。ファウルボールです。変化球打った、ファーストが抑えた、アウト。これで3アウト、1
点差をよく追いつきましたが、サヨナラはならず、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定によりカープが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。